これはまあ、再三というか、まあ、時々言ってるけど、もう本当にありがたいなと思うんだな。まあ、心臓病が見っかった、まあ、病ってわけでもないんだけど狭心症で、まあ、まだああなんすかな、甘く考えてた。そしたら札幌からファイザーに来る道中に本当に死にかかった。で、まあ、こうやって冗談みたいに死にかかったって言ってたら、本当にこの間診察に行ったらお医者さんがその話したら本当にこうマジな顔になっちゃって、よく生還してきたなって本当にやばかったんですかって言ったら、もうこの血液の数値から見れば、もう医者の目から見れば当然のことが起きたっていう。で、普通だったらそっちの向こうの方へ行ってた可能性も十分あった。まあ、よく今日ここでこうやって生き合えてるねみたいなことで、本当にやばかったんだと。だからその死というものが初めてですよ、生まれて初めて、そのあ、これで俺本当に今日ここで死ぬんだな、死ぬかもしれないんだなっていうのを体験したがゆえにだよ。どうなっちゃったかって言ったら、まあ本当にお父さんと同じ感覚ですよ。そのもう俺も明日の朝が目が開くかどうかすら怪しいの状態になってきたってことなんだな。どれだけ今日一日の新人がこのなんつうかな、今まで以上にもっと全力疾走でやらないと後悔するぞっていうことがもうひしひしと感じれるようになれた。これはまさに病を開いて喜びを感じてるんですね。誠にありがたいと思ってるもん。毎日いつ死ぬかわからないっていう境涯がこんなにありがたいことはない。新人においては最高のその境涯をいただいた。新人を頑張るためのそれはお前1週間は生きると思ってるでしょ、はい、最低でも、はい、いや絶対80は生きると思ってるでしょ、はい、だから真剣な新人になれないんだよ。結局どうしても緩くなる。それは無理もないよ。それをさ、だけど御所にはただいま臨終とおぼしめしてってあるじゃん。あの御門がね、ただいま臨終とおぼしめして、その南妙法蓮華経を唱えるときに、その千読めない、これめんどくさいんだけど、千なんとかジュブドゥブブっていう、まあ千のその仏が手を差し伸べてくるっていうような意味のお経典をそこ引くわけだな。それは本当なんだよ。多分本当に今死ぬかもしれないって時のお題目のみが本当の障子を破ることができる、そのお題目なんだね。それが80まで生きれると思ってる時の南妙法蓮華経、南妙法蓮華経はこう80年の緩さがあった方にまだまだ先行って、それがお父さんみたいにね、天理教でその亡くなる人のその苦しみを目の当たり見る、自分もよく自分の弱い年齢考えてみれば、だからこれは本当に同じ心境ですよ。明日今こうやって晩酌やってるって言ったって、明日の命は我は保証されてないんだと、今日が末後の酒になるかもしれないと思うんですよ。酒じゃなきゃ題目唱えないもの、どうしても晩酌なんだところが俺は結局そこをやめちゃったから、寝る間際まで信心ができるようになったんですね。全然違いますよ、やっぱこの命のこの発動が。だから今までのあの2時間3時間のこのお酒飲んでる時間がどれほどのもったいないことしてきたかっていうね、本当に悔やまれる。本当にこの情けないことをしてきてしまったと。やっぱりね、みんなにはその湯気増談とかそういうことをね言ってきてるくせに、自分が湯気増談してたんじゃないかと。それの報いは結局自分が、まあその別にそれで何か罰を食らったわけじゃないけども、しかしもったいないことをしてしまったなっていうね。あの2時間を3時間か、それをずっと遡って20年それを全部仏像修行に変換してたら、どれほど今すごい境界になってたろうかっていうふうに思うと、まあしかししょうがない。それは自分のね、至らない不徳なのゆえにそういうことやってしまったんだから、だからこれからもう本当に寝るまでもうあしらのごとく信じてですよ。もうガーッてこう信じ俺の場合はもうとにかく動画をアップする。そして邪宗教のそのしかも面倒なこと言ってくる邪宗教の邪義をどこまで発釈して、それを動画として残した動画で発表するっていうのは、俺はねこれ天命を知るなんだね。これが俺の天命なんだなと。そしてあとはその難解な人人な仏法をどれほど分かりやすく説明して、それを動画にして、そして大勢の人にこの広め
広めるため の, あの媒体として残していく、これが俺のもう一生のなんつかなもう仕事だっていうことがね、それにおいて寝る直前までもう眠くなって眠くなってもうこれでどうしようもないっていうその直前までそれをやりきって今日寝る。そうすると明日目が開かなくてもまあこのそんなには後悔はしないわけだよね。そういう意味ではつらつら考えてみりゃ結局死にかかったことがそのことになれたわけじゃんか。それでそれかかってみりゃ結局狭心症になったからそうなれたんじゃん。なんてありがたいことだと。もう狭心症バンバン違う狭心症バンザーイとかですよね。そういう そのヒリヒリした感じのお題目が唱えるようになる。毎日毎日今日が最後の権限になるかもしれないっていうお題目が唱えられる。こんなありがたいことないですよ。それが病の中にその喜びをこの病を開いて喜びを得れる。そしてその延長線上、まあ、前々から言っているようにもう権限のたびにもう国上ですからね、本当に大聖人様が増しましてそこに自分が本当にこういるんだもんね。で太陽のこう光をなんか浴びるような大聖人のこうご慈悲を本当にこうさんさんとこの浴びるような感じが、それが自分にとっての今の権限なんだ。でそれはそのまんま死の世界なんだね。だから死んだらその生から死に行く時にはなかなかそこにその今回体験したけど、それは多少はこの切ない気持ちもあるですよ。半分は助かりたいと思って、半分はもうこのまま死んでもしょうがないっていう不思議な感覚のお題目を唱えてましたからね。あの飛行機の中でこううーとか言いながら、隣のおばさんはもうどうしましょうなんてこうなんか動揺してる気配がわかるわけだけど、それはやっぱり生にも執着はそれはやり残したことはまだ相当あるからね。だからこれ言っとこう。だから僕がもし万が一の時にはあれですよ、このパソコンの中に動画がいっぱいあの眠ってますから、託しますから、あなた方がそれをその編集して世にこの出していただきたいと。それ方々で言ってますんで、みんな中でパソコンのこう取り合いをしていただいてですね、それが間違いなくあのされるんであればほぼ俺はそんなにこうあの悔いはないんだね。それせめて今まで喋ったことが2年分ぐらい溜まってますから、それが全部動画として発表されるんであれば、まあまあ自分の使命としての8割方、まあ7割方ぐらいは達成したことになるんじゃなかろうかという、そのぐらいなもんですよ俺のその気がかりとかこうあの後ろ髪引かれる感じっていうのはね。でもなぜかったらその日々吟行して大聖人様の御前で本当にその仏様のあったかいこのご慈悲をさんさんと浴びれて、心身とこの南無法蓮華経南無法蓮華経って言ってる状態になることが死なんだからさ、何か別に意味嫌うことじゃないじゃん。場合によっちゃ早く生きていくぐらいなもんだよね。それが今度 死を開いてそこに喜びを得れるという生老病死、そこでとうとう生老病死を破ることができる。それはだけどさ、若い時からそれは理屈で分かったよ。生老病死の愛別宿泊がその日、うん、その苦しみを苦しみと思わない境涯があるんですよ、それが仏の境涯なんですよって、そんなの結局理屈だったもんね。結局は今こうやって自分がその一文を監督することができたがゆえに、その同じこと喋っても何らかの形で人には通じるだろうけど、感じてもいねえことをさ、生老病死が開けるんですよなんて言われたってさ、なんかどっかがこうあの隙間だらけなんだね。だからいいんですよ、僕が感じたありがたいこと、それは結局仏の慈悲を太陽のごとくさんさんと感じたその一文ですもん。いいじゃん、なそこに大いなるありがたさを持って語れば、どんな話でも相手は必ず、しゃぶぐというのはそんな理論闘争じゃないですからね。邪習邪義のものを破るときはそれは論理的に理論として道理として破んなきゃならないことは多々あるけども、一般のその釈迦ということにおいて、しかもその会話の中で相手がそうかであろうが、その純粋な気持ちでじゃあお前の言う仏の境界ってどういうことなんだよって聞いたときは、純粋な気持ちでそれを感じたことを言えばいいんだよ。それが自分もすっきりするし、その方がね、よしいいか、はい、はい